さあやってまいりましょう。手持ちの積むすべて紹介し終わるまで終わりません。続きましてファインディングにもより2もね、細かいね、こうヒレがない部分もしっかりと表現してますね。で2もに関しては消せる範囲っていうのは残念ながらね、変わらない粒ではあるんですけれども、そのスキルを使うために必要な消去数、粒の消去数っていうのが、変わってくるということで、現在は13個なんですよね。もともと何個だったのか分からないですけどね。そう、斜めに左下から右上に向かってこう今のように泳いでいくというそんな粒でございますね。はい。でどうなんだろうな、最大マックスにするとどのくらいなんですかね。あの確か野獣もそうでしたよね。野獣まだ出てきてないか。パパと一緒に泳いでる。いいよねー。仲いいよねー。ニモはね、男の子ですけどね。こう、僕もね、子供がいるんですけど、子供が大きくなった時に、パパ一緒にどっか行こうよって言ってね、一緒に出かけてくれるかどうかっていうのがね、悩みどころですよね。とにかくもう、なんて言うんだろうな、こう娘に大好きって思われたいって気持ちもありつつも、やっぱりこう、なんか誇れる父親になりたいっていう思いがすごく強いっていうところですね。まあなんかこう威厳じゃないですけど、まあ、かっこいい親父でありたいっていうなんかね、プライドっていうのがありますんで、なんかね、皆さんもね、こんななりをしてる僕なんですが、やっぱりかっこつけたいお年頃なんですよ。みそじのもうアラサーの人間が何を言っとんだねってね。まあまだみそじじゃないですよ。まだみそじじゃないですよ。あのアラサーではあるの間違いないんだけどね。まあ、娘の成長も楽しみですね。まあ、無事元気な女の子が生まれてきてくれたんでね、本当にありがたいことですけどね。さてさて、もう間もなく終わりますね。もう一回くらいちょっとスキルを使って終わっておきたいところなんですけど、間に合うかな。ニモがなんか急に出てこなくなっちゃったね。本当にファインディングしないといけない。ああ、ファインディングできなかった。ニモどこ？今いるだけでもニモすっくなって感じですね。はい。ということで、パパと一緒に泳ぐそんなつむでございました。では次回また。